お疲れ様です。ケロちゃんです。今日はニトロさんがお休みなので、一緒に新そばを食べて温泉に入っていきたいと思います。皆さんもおそばを食べて一緒に楽しんでください。ケロちゃんでした。猫だけど。お疲れ様です。ということでケロちゃんと一緒に遊んでいきたいと思います。浅間山もすっかり雪景色、これからどんどん寒くなろうとしてます。国道18号線を長野方面に向かっていきます。台風19号で被害に遭った橋がまだ通れない状況になってます。あれはひどかったですね。未だに復旧がなされていません。信州そば和久さんに新そばをいただきに来ました。GoTo トラベルクーポンや地域チケット、さまざまなサービスチケットが使えるようです。支払いも PayPay なども対応しているようです。磯五郎もマストで置いてます。冷たい天ぷらそばをいただきました。おそばがたくさん入ってます。ちなみに今私が食べているのは嫁の分が回ってきてます。普通に大盛りで頼んでもこれよりちょっと多いぐらいかな。皆さん普通に召し上がってます。誰に教わったか忘れてしまいましたけれども、冷たいお蕎麦に七味をかける場合、お蕎麦にかけて、おつゆじゃなくてですね、お蕎麦にかけて食べると七味唐辛子の風味がよく香り立つようです。特に磯五郎なんかはいいですね。天ぷらもかなりボリュームがあってお腹いっぱいになります。
蕎麦湯が来ました。こちらのお店では備え付けの柚子の粉、これを入れてそば湯を楽しむのがおすすめのようです。美味しかったですよ。今日はこちらでお支払いです。信州 GoTo イートキャンペーンお食事券です。1万円で買うと1万2500円分がもらえます。お得です。もう売ってないようですけど。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。また寄らせてもらいます。信州そば和久さんでした。神山田温泉亀の湯さんに伺います。一風呂浴びていこう。地元の方に愛されている温泉のようで、お年寄りの方が多く見られました。硫黄泉でお肌がツルツルになります。大人の事情でお風呂の中までは映せませんでしたけども、まあ、こんな感じでとても綺麗で、決して広くはないですけれども、とても皆さん気持ちよさそうに温泉に浸かってました。こちらも有名なお店で、中華そばカツ丼の大黒屋さんですね。以前来たことあるんですけれども、とても美味しかったです。温泉街を抜けて帰路に着きたいと思います。ドライブです。真珠のガチャ興味ありますね。でもやめときます。
千曲川を渡って国道18号に入ります。千曲川は日本では信濃川と呼ばれているようで、長野県に入ると千曲川と呼ばれるようです。家の雪かきが壊れてしまったので買って帰りたいと思います。スーパーコメリで購入です。いかがでしたでしょうか、私の休日。もし何か参考になりましたら、チャンネル登録、通知オン、評価ボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の配信でお会いしましょう。さようなら。